こんにちは。光のバーチャル YouTuber、カルミアです。光のバーチャル YouTuber のハウジングスポットライト。第2回の今回も、非常にたくさんの応募ありがとうございました。今回、140を超える応募の中から、抽選で訪問先に当選されたのは、バハムートサバラベンダーベッド、チェックにあるハウスです。バハムートサバは過密サバなので、新規キャラクターの作成ができない状態ですが、カルミアが以前作成したキャラクターがあるので、今回はこちらのキャラで訪問を行います。容姿が占うこのキャラクターは、エージェント B、バハムートサバのハウジング探索が主な任務です。さて、それでは早速、ハウスに突撃してみましょう。まずは、サインボードから体験してみます。魔女の薬草店、のんびり営業中。離婚の場所として自由にお過ごしを。庭にお花見場所を設置。不登校期間限定、桜湯です。お気軽に。安心しました。訪問は歓迎ムードのお家ですね。お庭の花見場所や温泉も気になるところですが、魔女の薬草店というキーワードが非常にそそられます。このままハウスの中に入ってみましょう。入り口からすでにお店風のレイアウトが感じられますね。中央に見えるかぼちゃが魔女を連想させます。窓から差し込む光が多く、薄暗い魔女の館というよりもオープンなカフェテリアのような明るい雰囲気が感じられます。棚に並んでいるのは焼きたてのパンでしょうか。ちょっとお腹が空いてきますね。受付には物静かなアウラのお嬢さんが配置されています。受付の管理長でしょうか。せっかくなのでカルミアが来ましたと記入しておきましょう。客席とおぼしきテーブルには料理が並んでいるようです。やはりお酒や食事を提供してもてなすタイプのお店のようですね。お肉の料理がとても美味しそうです。大きいテーブルにもふんだんに料理が用意されています。せっかくなので一口つまみ食いをしておきましょう。それにしても部屋の中央に配置されているかぼちゃが気になりますね。美味しそうな料理と魔女の薬草店、何か関係があるのでしょうか。2階にも上がってみましょう。2階に登ってみると何やら美容師の呼び鈴が配置されています。サーヴァントが配置されていました。どうやら2階は理髪店か何かのようですね。ただ気になるのは椅子が一つだけでやけに広い空間です。理髪店や美容室に関する記述は入り口のサインボードには記載されていなかったと思いますが、せっかくなのでちょっとお手入れしてもらうことにしましょう。今気づきましたが、これは何でしょうか。もしかして生首ですか。よく見ると横に刃物が置いてあってカーペットだと思っていたのは赤い血でしょうか。いきなりスプラッタな場面に遭遇してしまいました。このハウスはオープンなカフェテラスじゃなかったのですか。なんで1階があんなに和やかな雰囲気だったのに2階にこんな物騒な用意があるのでしょうか。これは調べる必要がありそうです。そういえば1階の受付横にカーテンで覆われたスペースがあったような気がします。今すぐ逃げ出したい気持ちを抑えてそちらを探索してみましょう。ありました、このカーテンです。明らかに関係者以外立ち入り禁止の雰囲気ですが、思い切って入ってみましょう。
ありました。このカーテンです。明らかに関係者以外立ち入り禁止の雰囲気ですが、思い切って入ってみましょう。むむ、ここはこれまでの部屋と様子が違いますね。暖炉と椅子を見る限り、この館の主が一人で休む部屋のようです。ドアがありますね。まだこの奥に何かあるようです。地下へ続く階段、この下に一体何があるのでしょうか。照明が全くついていないのがちょっと怖いですね。ようやく地下にたどり着きました。入り口の前にあるのはかまどですね。1階に並んでいた料理はこのオーブンで焼き上げたのでしょうか。ちょっと魔女の地下工房らしい雰囲気になってきました。あ、ありました。料理が並んでいますね。こちらの調理台には美味しそうな食材が並んでいます。おや、ここで野菜を栽培しているのでしょうか。でも地下で栽培できる野菜ってあるのでしょうか。むむ、これはモンスターみたいな植物が生えていますね。1階の料理食べて大丈夫だったのでしょうか。あ、シチューが置いてあります。湯気が立っていて出来たての感じがしますね。でもなんで地べたに置いてあるのでしょうか。これがシチューを作る機械のようですね。すっごく熱々のシチューが出てきています。ところでシチューってこんなに大きな機械で作るものだったのでしょうか。え、あれは何ですか。裸のオスってか並んでいますね。これは並んでいるというより首輪で拘束されているのでしょうか。マネキンのせいか、どことなく正気を失ったように見えます。すぐ横にシャワーがありますが、これは何のためにやるのでしょうか。ゲゲ、よく見たら床が血で真っ赤、そして衣類が散乱していますね。これはもしかして怪しい理髪店、散乱した衣服、飛び散った血、正気を失った人形、大きなかまど、熱々の肉料理。あっ、衝撃の事実に気づいてしまった。魔女の薬草店はバハムートサガラベンダーベッドズック30番にあります。皆さんも食べられに、もとい美味しい料理を食べに来てはいかがでしょうか。こんにちは、カルミアです。光のバーチャル YouTuber のハウジングスポットライト。今回もすごいお家でしたね。実は最初住所に行ってもハウスがなくて、なんでだろうと考えたら、実はサーバーを間違えてたことに気づきました。やれペロ。次回 FF14 カルミアチャンネル、サーバーが違うと気づくまでにチェック全部回ったやつ、あなたの冒険が始まるのは